주파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은 따뜻해 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습으로 난 늘 행복해 우리 같이 한 시간들 때론 힘든 적도 있어 心配したのはバラしたら組めるかなと思ったんですけども意外とバラしてみたら昔の記録がバッて戻ってきて38年前ですかねあ40年だった意外と覚えてるもんだなってまあバラしてていったんだその私基本的に仕事はフォーサイクルしかやってないですけどもこの形式のものを特にロータリーディスクはですね市販車の400、500はもう随分いじり倒していたので正直まあ本物が初めてだっていうだけでよくそのメカには馴染んでいるんですからでそんなに違和感とかびっくりするようなところはできましたケニーロバーツからチャンピオンを取り戻すために新しい車を作ろうというねこれで私レースグループつってこのエンジンをレイアウトしたんですよこれでまず軽量コンパクトが大事だろうということでこのエンジンをレイアウトしてそうですねまあ半年ぐらいでレイアウトしてすぐ図面かけ始めて80人に間に合わせるようにこの車ならチャンピオン取れるなって感じたのはこの車だけだザルツブルクはまあザルツブルク 1,2,3 トンとそれでいけるんじゃないかなとは思いましたねするっていうことだったからまずボルト2種類全部来たんだだから20キロつって簡単にできたわけじゃないよ
実際なんでさ走れるかどうか、まあ再生できるかどうかっていうのは、まあ、一番心配したのはこれだけの腐食があるっていうことで、もうほとんどスポンジ状態なんですよ。マグネシウムでしょ。これの後どうなるかっていうのは平田先生の手にかかってるんですよね。フレームも単焦といってね、ひびが入ってるかどうかっていうようなことの検査を一応しまして、不具合はないだろうってことも確認しましたし、水の通路が全部、腐食して、でマグネシウムの腐食って表面で終わらなくてどんどん奥の方に入ってくるので、何箇所かもうエンジンの内側で貫通しちゃってるところがありました。で目で見てもわからなくて、悪いところ全部削り取って、で樹脂で、コーティングすると、これが噂に聞く マグネシウムかとは。ここがねもう腐食して完全になくなっちゃってます、うん、ここと反対側、ここはもう、うん、ここ檻が入ってたんだけど、ここなくなっちゃってるもんで、大きくリューターで母材が出るまで削っちゃって、ね、で、アルミパテとか鉄粉とかね、そういうので、そうですね、作り直しちゃうと思う。今回ラッキーだったのは平田君に依頼したっていうのが一番大きいと思うんですよ。っていうのは、まあ、僕が持ってるほとんどのことを彼がやってくれると、私の頭の中に
あの時のものこの使用書がちゃんと できてればいいんですけども、全く違うものが入ってたったり、非常にそこのとこはちょっと心配で、まあもちろんクランク見ても前と後ろちょっと仕様が違うんですよね。これ大丈夫かなっていうところもあったり、マグネシウムが腐食してダメになった時に、まあ単純にそれだけでやるんじゃなくて、ちゃんとあの原本ですかね、あそこやることによってある程度長い間ね、いい状態が保てればいいなと思って、それも全部やってありますからね、すごい楽しみですよね。81年ですけども、参考で80年のものもバラしたんですけどね、その1年で の進歩といいますか、特に軽量化への気遣いがですね、ものすごいものがあって、ほとんど同じように見えるんですけども、互換性はありません。その軽量化への努力というのはね、本当に執念を感じるような、40年ぐらいエンジンの開発をやってますけども、初めて見て、感動するようなものがあるなと。Is this really happening?
something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be.